化粧品の成分について勉強しようと思って、敏感肌ってどんな肌とか、韓国に3ヶ月住んでたんですけど、皆さんこんにちは、あかねです。今日はちょっとのんびりな動画になります。昨日 SK-II と MISIA とプルムネイチャーの化粧水を比べてみたんですけど、成分についてもっと深く知りたいなって、こう純粋にね興味を持ってきて、ついに始めました。じゃらん、化粧品成分検定。いや、以前日本スキンケア、ありました、日本コスメティック協会コスメマイスタースキンケアマイスターっていう資格を勉強したまま、ちょっと途中でふわっと終わってたんですけど、敏感肌ってどんな肌とか、肌タイプの分類についてとかね、結局ね、なんかテキストだけ読んで、うんーって感じで、なんか試験とかも受けずに終わってます。いつも見てくださっている視聴者さん、お気づきだと思うんですけど、スキンケアがすごく大好きなんですね。もともと25歳くらいまで全くスキンケアとかコスメにも本当興味がなくて、その時はお洋服の方が大好きで、個性的なファッションが好きだったので、それこそ韓国の、あ、ど忘れした、あれすごい大好きだったんで忘れした、思い出した、フリーマドンナ、韓国のフリーマドンナっていう韓国のモードブランドみたいなのがあって、そこのお洋服すごい大好きで集めてたり、そう、今はこの大好きな対象が主にスキンケアがすごく大好きなんですね。もともと本当に肌もそんな強くなかったので、いろいろ試したり、なんか怖くてできなくて、もっと今より悪化しちゃったら嫌だなとか思ってて、あんまり冒険してなかったんですよね。化粧水つけないで寝たりとかも全然してたし、本当に無頓着だったんですよ。で、韓国に3ヶ月住んでたんですけど、その時にめちゃくちゃ肌荒れしちゃって、もう顔中にバーって吹き出物ができちゃって、本当にもう隅から隅まで吹き出物ができてしまって、それからやばいと思っていろいろ試して、ちゃんと肌ケアすると肌が良くなるっていう体験をしたんですよ。そう、今はねうつぶつももう治ったし、その時はね本当にいろいろやったんですけど、結局毎日のケアだったんですよね根本的な、私の場合はそうだったんですよ。韓国って香水で日本と違うから、それが合わなかったのが一番の原因だったので、なるべくね化粧を落とす時もそのお水を使わないようにとか工夫したりして、あとは日々のケアをやったりして、肌が劇的に改善して、むしろ25歳の時よりも今の方が多分ね肌もピンピンしてると思います。やっぱりちゃんとケアしてるからね。で、なんでそんなに熱心にケアをしているかというと、スキンケアのブランドを出したいなって思っていて、普段はアクセサリーのブランドをやってるんですけど、最初は全然ね個人事業主でやってたんですけど、ある時会社にしたんですよね。その理由も、いつかスキンケアの商品を発売した時に、なんか薬事法とかで会社にしておいた方がいいかなっていう理由だったんですよ。もう多分どこかに勤めることはないから、20代のうちに起業しようみたいな感じで、すごい勢いで起業したんです。なので、こうじわじわと一歩ずつスキンケアの商品をいつか作りたいなって思いながら、いろんな商品を試してみようっていうのもあって、こんなにね毎月ポコ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 いろんなやつをね試しているんですよ。で、ちゃんとね肌に塗らないと意味ないので、どんな使用感かなとか、なんか自分の中で勝手に今ね統計を取っているっていうなんてちょっとおこがましいけど、まあ楽しみながら自分の肌に合うとか合わないとか、そういう感じでねやっているわけなんですよ。それで話は戻るんですが、化粧品の成分について勉強しようと思って、最近ねこういう感じでお勉強を始めました。これはね本当にもう初期の頃から来てくれてるお客様が去年ねプレゼントしてくれて、このノートでお勉強してます。なんかすごいお勉強とか言うと偉そうだけど、全然大したことはないんだけどねでもすごい楽しくて、中でも面白かったのは、ヒアルロン酸が以前は鶏のトサカから抽出していたのが一般的だったということがね一番衝撃的でした。鶏のトサカを塗ってさ保湿みたいな感じだったんだと思って、最近は乳酸球菌による発酵法で製造したものも多いらしいんですけど、なんか鶏ってさ卵もいただいてさ、お肉もいただいてさ、トサカまでいただいてたんだと思って、本当に感謝しなきゃですね。なんかお勉強とかもともとあんまり得意じゃないから不安なんですけど、ゆっくり勉強して近い将来ねスキンケアのなんか開発とかでできたらいいなって思ってます。その作るかなっても私が試験管でこうやったりするわけじゃないので、それはね専門の方がいますね。
キンケアマイスターの勉強をした時はこの紙の本で購入したんですけど、今回電子書籍にしたら、今携帯防水だからさ、お風呂の中でも見たりもできるし、今後ねもしね外出できるようになったら電車の中とかでも隙間時間でできるし、なんかツイッター開いてポケットするよりかはいい時間になるのかなと思ったりしてね、ツイッターも好きなんだけど、なんかそういう風なことを思ったりしました。私のチャンネルを登録してくださってる方はスキンケアお好きな方が多いと思うので、もしこの資格持ってる方がいらっしゃったら、こんな風に勉強したよとかもしあったら教えていただけると嬉しいです。そんな感じで、この動画がいいなと思ってくださった方はグッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。インスタの方でもいろいろコスメについてとかレビューしてるので、よかったら見てみてください。最後までご視聴ありがとうございました。